は皆様にご報告があって撮影をしております。実は数ヶ月前から体調を崩しており、動画に出れない時やライブに出れない時がたくさんありました。その病気はすぐに治る病気ではないです。その病気を治すために私は専念したいです。活動休止も考えましたが、これ以上メンバーや支えてくださっている方に迷惑をかけたくないし、みんなを待たせてしまうことになるのが私の中で嫌で、これからチェゴが大きくなる活動をするにあたって、今のミホの状態ではチェゴを続けていけないので、脱退することを決断いたしました。もう4人では活動することができないけれど、絶対に直してまた違った姿で皆様の前に立てるように頑張ります。私たち3人の思いを代表して話します。私たちも何度も話し合いました。4人で叶えたいって言っていた夢なのに、3人で走り続けることになってしまい、この結果になってしまったこと、本当に申し訳ございません。私たちが4人でやってきたチェゴもチェゴだし、これから3人でやっていくチェゴも変わらずチェゴです。美穂の分まで3人で頑張っていきます。ファンの皆様には美穂のこともこれからの3人のチェゴも応援していただけると嬉しいです。このような結果になってしまい、ファンの皆様を含め支えてくださっている方々、本当に申し訳ございませんでした。今日から3人でやっていくので、23日のライブからは3人でのライブになります。申し訳ございません。これからは今よりも頑張っていきますので、応援していただけたら嬉しいです。